はい、じゃあ皆さん、こんにちはでで。今日ちょっとゼミのガイダンスということで、まあ一番最初ですね、私の方から、えっ、ー、と、単論パワーアップゼミっていうところですね。はい、こちらについての話をまあ20分程度でさせていただきたいと思います。であと、まあ、レジュメの方ですね、えー、こちらの方を使ってちょっと話をしていこうかなというところですね。で、 暑いですね <laughs> というかねあの本当にもうこの時期とは思えないぐらいの暑さでもう今の時期からバテてると8月どうしようかという時期であの結構焦りを感じる時なんですけれどもれちょっと暑いなというところでまあその中ね皆さん頑張ってやっていこうというところで、まあ、今日集まっていただいてますので、まあ、何かねプラスになることをちょっと話をしたいなと思っていますでちょっとまああのもう一個のエルゼミのスペシャルと私の方のゼミは性質が違いまして でまあ、あの長い期間ねあのずっとやっていこうというよりかは私の「オのゼミ」はまあイントロダクションに近いゼミですかね。 で秋のエルゼミというのを、まあ、やっておりましてで、まあ、それがちょうど論文の発表後からあの、まあ、説明会とかがあって、まあ、大体10月の末から11月ぐらいからですかねそこから始まるのがありますでそちらの方はあは毎年ちょっとご,ご好評をいただいておりまして、まあ、多くの方ご参加いただいている状況なんですけれどもただ、やっぱりエルゼミに秋になってしまうと割と実践的な話になっていくんですねどうやって点数を取っていこうとかというところがありましてで、まあ、その前段階ですかね で、どういうふうにやろうかとで。特に担当組の方っていうのが、いつから勉強を論文していくって言ったら、当然今はしてると思うんですよ、担当ある方は。なんだけれども、多分年明けぐらいから論文の勉強ってしにくくなってくると思うんですよ、やっぱり。どうしてもやっぱり担当試験、今年難しかったですよね、やっぱりね。かなり厳しい。って考えたときに、まあ確かに、あの、担当受かった方、で、例えば、去年入門講座で今年担当受かったよって方で、やっぱ話を聞いてると、論文対策をしていないので後悔してるって言ってるんですね。 要するに担当は40点後半行ったとところが論文対策してなかったから論文書けないからもっとやっとけばよかったっていうんですけどでも多分論文対策をしすぎちゃうとこの担当が通らないんですよ。っていうところのジレンマはあるのでどちらにしても担当を突破しないと論文の点数っていうか論文試験受けられないっていうことになりますから,からそう考えるとやっぱり遅くとも来年の2月ぐらいからはもう担当にシフトせざるをえないかなと。って考えるとまあ11月ぐらいから秋きゼミを始めると11 12 1 1 1二2日で3か月ぐらいしか話ができないですね。 全体としてはまあ6ヶ月ゼミってあってですね、L ゼミ大体5月ぐらいまでやってるんですけれども、まあそのうちの半分ぐらいしか論文の勉強ができないってことになると、ちょっと足りないんです、やっぱり。で考えたときに、じゃあどうしようかってたときに、夏ゼミからまあちょっとスタートしていただくことによって、まあ来年の論文をちょっとまあ有利に進めていただきたいなっていう、そういう位置づけですね。まず一つはね。っていうのと一点と、あともう一個自分自身が、えっとゼミのまあ、 全ミとか論文の指導方法がちょっとまあ変わっていまして何かというとあの落ちないための指導なんですよね受かるためじゃなくまああの皆さんからすると受かるための答案と落ちない答案って何が違うのかと思うかもしれないけどこれは全然違うんですよ実はやり方があの受かる答案っていうのは何ですかねまあいわゆる一般的な答連とかで模範答案になる答案があれが受かる答案なんですよ いわゆるちゃんと答えが合っていて論証もしっかりできて規範がしっかり当てはまっているといわゆる美しい答案というのが受かるための答案ですねそれに対して落ち,る落ちないための答案というのはそんなに実は綺麗じゃなくてもいいんですよどういうことかっていうと論点がぐちゃぐちゃに書いてあってもいいんですで論文の採点というのは面白くて記載根拠があれば点数ってつくんですね当然その強弱はあるんですよ綺麗に書いていればもしかしたら10点入るところが汚く書いていれば5点しか入んないかもしれないっていう そこの強弱はあるんですけど、それはきれいに書ける前提だったらいいんですよ。10点いける。よく私が、あの、まあ、エルゼミとかでもまた話をしていきますけれども、例えば端的に言うのが、あの、論文の当連って、当連って答案って、結論を最後に書けっていうんですね、私は。あの、最初に結論を持ってくるなっていう。で、これ理由は単純で、結論が合ってれば最初に書いていいです。要するに、侵害に該当するって。で、理由って書いて、それが全部合ってるんだったらいいんですよ。 ところが残念ながら受験生って間違えることあるんですよ、やっぱり。結論が違っちゃう。例えば今年の商標であれば、やっぱ最後の問題ですよね。うん、あそこの問題が判例ベースの問題だと思うんですけども、あそこの結論がやっぱり逆になっちゃうっていうことがあるんですよね。っていう時に結論から先に書いてると、採点者はどう思うかっていうと、もうその時点で間違えてるって判断されちゃうんですね。そうすると失点が大きいというか。で、私の方はどちらかというと、そうじゃなくて、ごまかすっていうね、<laughs> そのまあ言葉は悪いですけど、とりあえずは隠すんですよ。 で、ほんと、この人かけてるじゃん、かけてるじゃん。いいね、いいねって。あれ違うみたいなね。<laughs> ただそうすると、割と前半で点数入っちゃうんですよ。グレーゾーンでも。そこを狙ってってるっていうのが基本的な指導スタンスですね、自分の場合は。だから、あの、完全に正解しますよって何言ってんだと。間違えてるときは点数ゼロのしょうがないじゃないかって。まあ、それはそれで一つの考えなんで、それは別に構わないんですけど、ただそうは言っても、やっぱ受験生見てると間違えることもあるし、論点わかんないこともあるし、趣旨書けないこともあるし。 それでも、なんとか細かい点数を拾ってって、最終的にはギリギリのラインで受かりましょうっていうのがやり方ですね。まずは。なんでそこがちょっと他のちょっとあると違うかな。だから当連とかでよくあの受講生、私のゼミ生が来ると、あの結構ケチュンケチュンに再点されたっていうことがあるんですけど、私なんか見てあまり気にしなくていいって言うんですね。そこはそこまで正確に書く必要ないっていう。それは書けてればベストなんですけど、ただまあまあ大体いて、書ける受験生ってやっぱりどうしても書けないっていう受験生いますから。 だそうなったときにはまあ書けなくてもまあ点数が入るような,となんですかね答案を書かないと受かりませんよねということで一応そんな感じで指導はしているところですねでまずちょっとそれが違うとだからまあ何言ってんだと俺は美しい答案を書くんだと規範通り書くぞという人はあの多分ちょっと向かないんですよあの結構私とあんまりそここだわってないので,、うん、なんで逆にやっぱりあの本質的なところを間違えちゃうとか、うん、要するになんですか、ね、もったいないでしょ論点を思いついたけど書かなかったらってよくあるじゃない当連とかでもあ今回41個、10個書こうかなって。 でも15関係ないからいいや書くのやめようかと思って書かなかったら実は模範答案に入ってるってさあ書いとけよかったみたいなさよくあるでしょそういうことって向こう審判今回いらないかなって143書いてるから向こう審判書かなくていいかな書かなくて当連見たねこ模範答案見たらああまだ向こう審判書くんじゃんみたいなね書いとけよかったみたいなさ当案構成入ってるのに書いてないみたいなそれを防ぎたいんですよだからうんっていうところでまあじゃあそれをどうやってやっていきましょうかっていうことですね でというかまあ論文試験というのはちょっとレジュメの2ページでちょっと説明をしますと簡単に言うと論文試験に受かるための力というのがいくつかあって一つあのちなみに自分のゼミってあの一つ、まず絶対言っていることがあってまず何かと言ったら問題文の言葉を使いましょうっていうあのちなみに問題文の言葉を使いましょうということが分かればあのゼミ取らなくて大丈夫なので。 あの秋ゼミの説明会でもそれは同じですね私が言うのは問題文の言葉を使うでそれができれば模範答案実は答案って書けるんですよあの言うことこれだけですよ本当に問題文の言葉をしっかり使うでねこれができないんですよ問題文の言葉を答案に持ってくるってことができなくて実は問題文の言葉をしっかり持ってくれば答案もそれなりにできるし論点も落ちないんですこれそれだけなんですよ で、去年の秋ゼミの説明会で、やっぱり同じ、まあ、出た方はわかるかもしれませんけれども、同じ話をしていて、そのまあ、秋ゼミを半年間やって、多分最後の最後でも同じこと言いますよって言ってたんですね。去年の秋ゼミの説明会で。で、やっぱり今年の秋ゼミ戦に同じことでしたから。結局最後までできないんですよ。問題文の言葉これ入ってないよねとか、ここってこれ使ってないよね、この日付使ってないよねって。あの、これがすごい難しいです。で、ロンドンの基本ルールって実はこれができれば、ほぼ合格等案に書けるんですね。 うん、基本的に論文の問題文の言葉を持ってきて、条文の言葉を持ってきたら、まずそれなりの答案ができます。あとはそれに、ちょちょちょってね、プラスアルファを書けば、実はそれなりの合格点クリアできる答案って書けるんですけれども、これがすごい難しいんですよ。これをやるっていうのが。なので、まずこれが一つ。で、問題文の言葉を使って、次に答案構成をうまく組み立てるっていう。そのやり方ですね。 で答案構成をうまくかけて組み立てた後に今度はその答案構成に基づいてプレハブみたいに実は答案を組み立てていくというのがあの一つの完成形なんです、ね、だから上に書いてありますように結局何かといったら答案の構成力と答案の記載力というのが、まあ、この大きくは2つなんですね。答案構成力というのは問題文からどんなパーツを使おうかどんな道具を使おうかというのを探す能力。 でもう一個は決まった道具決まったパーツがあればそれに基づいて今度は答案を書く能力ですでこの二つがあるとそれなりの答案はできる論文に関してはねうんであとは戦略的答案作成力というのはちょっとまたこれは別でさっき言ったように点数を取るという意味での調整が必要になってきますねだからそこについてあとは調整をしなきゃいけないただあのこれは一番最後ですもう一番最後とかまあこれは多分あの6回の中では伝えられませんのでなので主にこの二つなんです で特に担当組にやっていただきたいのが、こっちの答案記載力ってやつですね、要するに例えば、選手要件書こうと思ったときに、選手要件のパーツが作れてなければ、要するに覚えてなければ書けないんですよ、理解できてないと、思いついてもね、あこれかと、あこれって140の3だと思いついても書けないですし、あこれは商標で、ね、不死用取り系審判書けばいいんだと思っても、じゃあ、不死用取り系審判で何か書に出せたときに、思いつかないと書けないですよ、そこの中身が分かってないと。 なので、ここの答案、問題文から答案構成を作る力っていうのは、えー、実はですね、うんとまあ、担当組の場合は、あの担当試験終わった後からで何とかなります。で論文組の人は当然まあそこはねやっていかなければいけないんですけれども、担当試験あるよって方は、実はそれっていうのは担当試験終わった後にやらざるを得ないんですね。まあ、ちょっとはやっていただいてるんですよ。ずっと。ちょっとやっていただいてるんですけども、本格的にやるのは多分そこかなと。ただ、パーツを思いついたとしても、そこの中身が書けなければ、これ答案ってできませんから、 で中身をかけるようになるのがすごい時間かかるんですよ、これだこ,この勉強をしっかりやっていただきたいというのが、まあ、夏ゼミの一つの目標ですね。はい、というところで、まあ、論文に関してはだからそこの部分をじゃあどうするかというところになります。でゼミの中で、まあ、ちなみにスタンスとしてはあの基本的に私自身が覚えるのが苦手ですので。 まあ、講義の方針というところでちょっとだけお伝えしておくと、まあ、次の3ページのところなんですけれどもあの一つはやっぱり弁理士としててどういうういい判断をすするのかっていうのかはは結構私は考えてますねで実際私なんかがあ普段はあのずっと平日は事務所で仕事をしてましてでお客さんとまあ話す機会もかなり多いんですけれどもそのお客さんにやっぱりいろんなことを聞かれますよどういう出願戦略をすればいいかとかどういうふうにクレームしようかとか自主形態はどうしようかとかで割と弁理士で持っていると特許がね自分特許をやってるんですけれども結構商用とかの相談も受けるんですね。 って言った時に、弁理士としてどう答えれば妥当なのかっていうのが、実はすごい大事なんですよ。で、まさに論文試験もそうなんですね。論文試験って皆さんは、やっぱり受験生っていうか、なんですかね、こう、勉強してるってことがあるので、判例を覚えなきゃとか、規範を覚えなきゃって方向で行くんですけど、我々ってそういう接し方しないんだ、お客さんに。ね、お客さんに対して E アクセス事件の判例とかでもしょうがないですからね。高速旋回、バレル研磨法手さんお客さん説明して何を語り出したんだって話になっちゃいますから、通常しないんですよ。 だから要するにそうじゃなくて商標ってこうですよとか特許ってこうですよとか相性だったらこうした方がいいんじゃないですかっていうところを話していて実はそこさえ分かっていれば論文の答案ってそれなりに書けるんですよそういうふうにできてるんですねただちょっとねそう毎年そこを力説してるんですけど今年は若干外れてるね最低通常実施験とか実務で使わないですから一切であん穴の出たっていうのはまあちょっと試験員に今年便利子の割合落ちてるんですよね そういうところもあるのかなっていうのはあって、まあ若干外れたところもあるんですけれども、ただやっぱりベースはそこですよ。便利主としてどう答えるかっていう。ちなみにそのあんまりみんなが書けないところ、例えばね、最後の商標のさっきとった判例ベースの問題も、ね、皆さん書けなかったって言ってるんですけど、あんならみんな書けてないですから、大して合否影響しないですね、そういうところ。あの、すごい、あの、論文ってそれが大事なの相対評価なので。で、それも意外に皆さんですね、意識しないんですよ。論文の答案って。論文の答案で意識しないのは、あの、大きく挙げると二つで、一つは点数。 一つは相対評価だということは意識しないですね。点数っていうのは、論文も点数つきますから、さっき言ったように、例えばどこまで書いたら10点入るとか、どこまで書いたら5点入るって考え方がすごい大事。にもかかわらず、規範を思いっきり書いたりね、すると。そこまでする必要はないですよね、うん。必要であれば。だからまあね、例えば10行書いて10点だと。3行書いて5点くれるってんだったら、3行で十分でしょ。そこの判断をしっかりしなきゃいけない。まあちょっとそれは戦略的な話なんで後ですけど、で、あともう一個は、今やってる点数の他に相対評価だ みんなが書けないことは書けなくても大丈夫なんです論文というのはあのそういう試験ですからそこが担当とかと違うんですねで逆に言えばみんなが書けるところを書けなきゃダメなんですじゃあみんなが書けるところってどこですかっつったらこれ過去問なんですよ論文もで論文のやっぱりまあ担当も一緒で過去問で出てる論点はそれなりに潰せてないと実は正解っていうかですね合格点がつく答案は書けないです で実際、自分がまあ秋からエルゼミをやるときはですね、まあ、ちょっと夏はあまりあれですけれども、秋からエルゼミをやるときは、かなり過去問をやらせるんですね。で毎年これはそうです、エルゼミ生は。ひたすら過去問をやると。とにかくもう、当練とか何よりもね、その一番重視なのは過去問をやってくださいというところで、結構もう本当に2回、3回どころじゃないですね。で、一昨年まあ今年はね、まだ分かってませんから、今年とか去年の受講生は分かってませんけど、一昨年しやっぱり合格者で、一番回した女性の方で10回ぐらい回したという方がいて、過去問を。で、回すたんびに論点上がんないんです、過去問って不思議と。いい問題ですよ、過去問は。 それは向こうは1年間で1問作ればいいからね、うん、<laughs> それはいいでしょさあ L ックだってねそれでいいって言ったらやりますようちのだってね1年に1回しかやんないと当連をその代わりねその代わりめちゃめちゃいい問題作ってくれさそれはできるでしょ1年に1問だったらでもさすがにね毎週当連あるからね、うん、どうしてもそうはいかなくてうまく、うん、ただ向こうはやっぱ本社はいい問題ですよ今年だっていい問題だったでしょ解きにくかったけどやっぱりうんああうまく論点入ってるしね、あのー、変な要件入ってないしきれいにできてますよっていうことは過去問はやっぱり最高の題材ですから 過去問をきっちり回してもらうってことが重要です。ただ、L ゼミになると、その過去問を回せっていう指導はするんですけど、過去問をどう勉強するかっていうね、そこを言う時間がないんですよ、どうしても。毎週通れが始まっちゃうので。なので、ちょっと今、夏ゼミですね。今回、単論パワーアップゼミっていう形なんですけど、ここでやりたいのはそこです、まず。一つは。過去問をどうやって勉強すればいいのか。どの範囲まで過去問をやって、どこまでしっかりやればいいのかっていうのを、その間をちょっとしっかり定着させたいなと。 で6回しかかないですから、まあ、これ特許ほぼ特許に絞って大丈夫だろうまあ一応まあ,あのちょっとひよって商標やるんですけどあのちょっとまあ他の時効性と話したら「特許だけだと少ないんじゃないですか」って言われてですね争そうってなって商標1回入れたんですけどただまあやっぱり絞ってやった方がいいだろうっていうところでどうやって過去問を料理するのかっていうやっぱり皆さんって結構過去問重要だっていうのは分かってるんですけどどうやろうって思っちゃうんですよやっぱり過去問って。 ね過去問やりやれって言われてもなんか問題読んでゼミなんかねレジュメ見てはい終わりでどうやって活かせばいいんだろうっていうのがやっぱ一番受験生としては多くて考えがねえ過去問やるというのは分かるとでもそれ過去問使い方が分からんということになりますのでそこをしっかり伝えていきたいっていうことですねでただ過去問っていうのはすごい量が多いんですね1個がだからピントがぼやけるのでその過去問の論点をばらして1個1個 一個一個の論点をばらして作ってるのがこの論文コレモンっていうやつなんですねあのレジュメに書いてあるで論文コレモンっていうのがまあ自分よまあコレモンコレモンっていう形で担当とかでもいわゆる過去問ベースの教材っていうのを作ってるんですけどでちょっと見にくいかもしれないですけど印刷したやつを忘れてしまってですねちょっと電子ペーパーのやつを写しちゃいますけど若干画面見にくくて申し訳ないですけどねこっちだとね照明当てようでえー、っとよいしょ まあ若干見にくくて申し訳ないんですけどで、何かしたらこたら、問題ですね、小さい論点に対して、パーツを小さくしてるんですよ、さっき言ったパーツの学習が重要だってでしょで、それを過去問から抜き出すのが難しいので、1個の短い問題にして、過去問の1個の論点だけに分けてるんですね、基本的には。だそうすることによって、1一個1個の論点を覚えやすくしてるんです。 でそれがまああの論文コレモンというやつで、まあ、あとはあのプラス趣旨ですかね、例えばこういう試験または研究に対しても、まあ、これ、過去問平成15年で出て,る出てるものなんですけれども、15年で出てるものをちょっと分解してるんですよ、こういうふうに。で、分解することによって、その短いパーツパーツの勉強をしっかりしてほしいと。でこれはまあ例えば、選手用権の趣旨ですね。でまあ、一行問題の趣旨なんかも、まあ、過去問で出てる、出てない、含ま、あの関わらず載せてるんですけれども。 でこのパーツを全部でこういくつぐあるのかな、特許で6、70とか、まあ、あのそれぞれあるんですけれども、その一個一個のパーツをしっかり学習していただければ、論文書くときはかなり楽なんで、あのパーツ持ってこよあのパーツ持ってこ,いってこいよで済むので。っていうのを、夏からやっていただければ、8、9等、11、12で、まあ来年1月ぐらいまで含めて、半年間できるので、半年間きっちり回してほしいんですよ。 でそういうことをやることによって一個一個の部品部品を押さえていただくでそこが頭の中に入っていればあとは問題文の言葉から答案構成を作るってことになりますでそれは年明けですねエル、まあ、ゼミでもやりますしあとまあ担当組の方であれば何、まあ、て言うんですかね、まあ、来年の担当試験後ですかねそこでやっていただければよろしいかなとだからそこのまあ基本的なパーツをしっくり作るっていうところが非常に重要で、まあ、同じ教材ってエルゼミでも配るんですけどさっき言ったように秋になってしまうので担当組はちょっと遅すぎると。 いうことになるので、まあ、夏ゼミからですねあの一緒にやっていければなと思いますであと、ですね、まあ、答案関係はあの基本的には採点がないとは言っているんですけど、まあ一通りは答案1回見たいなと思ってますのでちょっとまあ相談1回目で相談させていただきますけれども、まあ回収をしてですねあの何人かねで毎回、それを答案としてちょっと配りたいなと要するにあの優勝答案って皆さん見るんですけど要するにそこじゃないんですよね、皆さん知りたいのね優勝答案って見ても「へいすげえな」で終わっちゃうんですよ。 そうじゃなくて、やっぱり他の人がどこまで書いてるかって言ってもね、いきなり多分やってくれてても何書いていいか分かんなくなっちゃうので、だからさっき言った過去問を課題として配ります。毎週。毎週だいたいだから毎回講義の時に、まあ2問から3問ぐらいですかね。過去問を配って、1週間それを勉強してきてくれと。それをゼミの時に、まあちょっと毎回ちょっと時間的にできるかどうか分かんないんですけど、丸々過去問を書かせるかもしれないし、その中の小問1個だけ書かせるかもしれないですね。それを書いてもらって、一旦回収して、 要するに、まあ、あの次の一緒に配る人だけですね。例えば、まあ、9人なら9人とか、ちょっと全員やっちゃうと結構細かく見れないので、まあ、そこでちょっと細かく細かく、まあ、一通りそれで見れるようにはしたいなと、全店のねで。1回はね。で、あ他の人を見ると、結構ですね、参考になるんですね。で、恥ずかしい人のいう気持ちはよくわかるんですよ。え、やだよって俺、書けないから、全然そんなの回収されても困ると思うかもしれないですけど、それはできる前提ですから、受験生はできなくて当たり前ですから、全然恥ずかしくないですよ。で逆にやっぱ自信がつくんですね。あ、みんな書けないなと。 うん、でもやっぱり意外にそう言っても結構ねきらりと光る部分があってあかあからここってこういう書き方するんだっていうことでまあ、真似していただくっていうことがいいかなと思いますねであとは、えー、とまあ学習習慣を確立させるっていう意味でちょっとまあ学習日記っていうのをねあの毎回結構書かれてもらってる時があってで学習日記って何かさ1週間何時間勉強してるかっていうで結構ね皆さんどんぶり勘定でしょ勉強時間って、ね、パッて今例えば質問して先週何時間勉強したっつったら把握してないんですよ 把握ししてなかっっったらやっぱりね忙しいとどんどんん勉強時間減っちゃうので,でちゃんと記録をつけてよく私1週間20時間っていうんですけど20時間をしっかり確保するとで結構その習慣がついてしまうとあれですよ今度まあ継続的にもうそのペースでずっとやっていけばいいわけでしょで夏がどうしてもやっぱりだれるんですよね暑かったりとか会社休みだったりお盆休み入るんでそこでしっかり20時間結構確立をするというかですねうまく作るとまあそのペースで秋それから年明けも進むのかなという気はしますね うん、でまあその一回学習確立習慣を確立するってところがやっぱり重要にはなってくるかなということはあります。で一応担当に関しては今年はそんなには担当の方に振らないつもりで,で担当は帰れませんをちょっとやりましょうかねって「帰れません」ってあの私の講座ではよくやるんですけれども最後に15問ぐらい解いてもらって。 うん、で間違えてる個数しか言わないっていうねあのやり方なんですけどで、まあ、それを何回か繰り返してやってもらうことで自分がどこがねあの不確実というかどこができてないかを把握していただくっていうやり方なんですけど一応まあそんな感じで、まあ、担当に問題を使ってね知識の確認をしていただきたいなというふうに思っていますさっき言った論文コレモンに関しても、まあ、もしかしたらゼミ中で欠かせるかもしれないですしで自分自身ゼミっていうのは皆さんと一緒に作っていくもんだと思ってるんで、まあ、聞いてこうやってほしいって言ったらそういうふうにやるし。 うん、の6回ぐらいしかないんでね、ちょっとあんまりいろんなことはできないですけど、うん、ちなみにまああの土曜日が全速で、最後だけまあ日、月という形で、逆に学習ペースを乱すっていうところでね、あのこの日程が空いてるっていう、毎週土曜だともう決まっちゃうでしょ、ところが最後だけ、バたバたっていうね、あの学習ペースが乱れると。 その週でちゃんと勉強ができているのかっていうそこで確認していただければいいんじゃないかなと思いますねちなみに3日だけ日曜日になっているのはあの懇親会の関係をここに考えてまして、まあ、まあ1回ぐらいは懇親会やった方がいいかなという、ねまあ、懇親会というか適集会ですね来年に向けてというところで一応まあ3日終わった後とがまあそこでは考えているというところですかね。はい というところで、まあ、ちょっと他のエ、ね、ルゼミスペシャルとはまた扱いが全然違うんですけれども、まあ、よろしかったら、ねえー、と一応ご参加いただきまして、まあ、その後ですか、ねまあと秋のエルゼミでもまあご一緒できればありがたいなと思いますので頑張ってやっていきましょうというところです。はいというところで私の方は以上で、えー、と安西先生の方にバトンタッチをしたいと思います。